はい。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。素晴らしいフろンどでございます。えー、ちょっと、配信しておます。えー、っと、ちょっとですね、今日、ちょっと、ツイキャス券、これ、あの、えー、近いうちの動画になるんですが、あの、ちょっと、これ聞いて、ショックだったなって、あのー、ちょっと話したいと思います。 えっと、宮城県の東松島市に小野くんというキャラクターがいるんですが、その小野くんをですね、あの、まあ、持ってるからわかるんですが、その小野くんを、あの、メルカリとかで売る人がいるんですね。メルカリって書いてお転売してます。それを見てどう思うのかっていうのを考えてほしいなと思いました。今回こういうキャスやってますけども、 あのー、そもそもなんで小野くんができたのか皆さんは分かっておりますか多分分かってないんで紹介しますが、東日本大震災あって、その次の年、あの、仮設住宅の人に届いて、あ崩した届いて作っているんですが、 うんうん、ね、作ってるんですね。まあ、時間かかるのはわかりますよ。届いた、あ、嬉しいっていう気持ちがあるんだったらわかるよ。それがない人たちはおかしいと思う。うん。そしてね、あの、その、おのこの売って、儲けてる人はバカみたいだと思う。なんでかっていうとね、 制作者の気持ちを考えてないと思うし、あのー、正直言って、かかりすんじゃないかなって。あのー、言わないですが、あるテレビ中学、毎年のように出してるんです。結局それって、東日本大震災を忘れさせないためにっていうことなの。だから、忘れてほしくないからっていうのもと、 あのー、なんて言ったらいいのかなあのー、こういう地震があったから、あ、避難早くしてなきゃとか、そういう、ことを覚えてほしいんだけども、覚えてほしいっていうか、わかってほしい。そして、何回ドラフ来ても、もし、逃げられ,れます皆さん。ちゃんと逃げれば逃げられます。でも、そうやって、あの、 やる人って絶対にダメだと思う逃げられないと思う。正直自分だって後悔はあるよ。だけども、絶対に売っちゃいかんと思う。だって制作所が単純コメント使った作って送ってんのに、それを売るっていうのが許せないし、 絶対他のジグロが東日本大震災を通過させてない、させたいからだと思ってるんです、僕は。でも、あの、お願いしたいことがあります。絶対に東日本大震災を、を忘れないでほしい。うん。 忘れてるからそういうことできるんだと思う。忘れてなきゃ覚えてます。なんで小野くんができたのか理由もわかるはずです。皆さんお願いします。絶対に転売しないでください。それが一つのお願いです。そして東日本大震災を忘れてるっていうんであれば、 それはおかしいです。もし、東日本大震災並みの地震が来て、津波って逃げられますかそれは皆さんに考えてほしいなと思って今回配信しました。辛いことを分かってるんで言いたくないんですが、えー、自分は、親、父親を津波で流されてます。 これは以前にも、あの、ブログにも載せて出ましたが、あの、事実の話です。一番繋がったのはその津波で、自分が小学校に行ったのが悔やみ悔やませんでした。正直罪悪感になっております。でも、あの、逃げるんだったら、山の方に逃げて、車とかでなくていい。そう思っています。 とにかく、東日,日本大事にを忘れないでください。以上であります。ご視聴ありがとうございました。